皆さんこんばんは。今日はですね、久しぶりに私一人で話していこうかなと思います。今日は何を話そうか考えてたんですけど、まあ今日はですね、テーマを決めずにゆるっと雑談トークでいきたいなと思っています。私が住む関東地方ではもう毎日暑いので、頭がぼーっとしたり頭痛がしたりして、まあ、体調が良くない日もあるんですよね。で、日々どうやって暑さ対策をしようか試行錯誤しているところです。試行錯誤とは、試みと失敗を繰り返しながら解決策を見出していくことを言います。試行は試しにやってみることで、錯誤とは間違いや誤りを言います。まあ本当に一日中暑いですので、朝起きてから寝ている間もですね、24時間気をつけなければいけないので、本当に気が抜けませんよね。で、暑いだけで疲れますし、頭も働かないので、夏休みって子どもだけではなくって、大人もある程度まとまった期間が必要だと思うんですけど、皆さんどう思います？1ヶ月ぐらい休みたいと思いませんかね。で、日本は社会人の方は有給休暇を取得してリフレッシュしたり、あとはお盆休みは帰省された方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、長期で休暇を取る文化ではない方だと思うので、せいぜい1週間、長くても2週間ぐらいのお休みになるんですかね。で、私も社会人になってから1ヶ月ぐらい休んだことって、転職活動の合間ぐらいなので、まあ、思い切ってですね、1ヶ月ぐらい休みたいなと思うことも正直ありますよね。で、そういえばですね、7月に私3日間の連休をいただいたんですけど、3日間連続で休んだのはいつだっけと思って、ちょっと思い出せなかったんで、スケジュール帳をね見てみたら、なんと3日間連続で休んだのは去年の8月だったんですよ。あ、なんか体疲れてるなと思ったら、やっぱりそういうことでした。まあ、でもですね、3日間休めると体もだいぶ楽で、別にどこに行ったとかないんですけど、いいリフレッシュになりましたよね。皆さんはどうですか？最近まとまったお休みが取れましたでしょうか？最高で何日連続でお休みできましたか？はい、ということで今回はこの辺で失礼したいと思います。